はい、どうも、年貢シューターと申します。今日から信長の野望大使を始めようと思います。まずは武将のパラメータを、ね、チェックしていこうと思います。独断と偏見なんで、さっきパラパラパラっと見ましたけど、姫武将結構強い評価になってますね。はい、まず明智光秀、すごい強いんですよね。統率外政内政知略90超え、オール80超えの上に90超えですね。まあさすが3日間だけではありますが、天下を取ったけありますね。ちなみに信長より年上です。朝倉総敵も強いですね。朝倉家、この色違う戦法は何ですかね。固有なんですかね。浅井長政はこんな感じ、志が固有の湖北神技というのがついてますね。はい、足利家いきます。義明、外政高っ99。お手紙大好きだからね。そして剣豪将軍の義輝、武勇高いですね。これ確か宮本武蔵とかよりも高いんですよね。もう評価がよくわからない天草四郎いますね。まあこんな感じですか。民衆統制、紙幣、まあここら辺特徴が出てますね。はい、天子家、天子家が意外にねいるんですよね。天子常久、天子ですね、天子常久、これ知略98。はい、いい気入ります。まず直虎ですね。さっき言いましたよね、姫武将高いんですよ。もう実在したかどうかも怪しい、この大河の主役直虎なんですが、この強さ、志も固有ですね。猪の国、縁あうみのあわみかな、これ何、浜名湖のことですか。こんな感じのパラメーターになってます。そして鬼、鬼です、直政、鬼鬼鬼チートですね、強いですね。でも直虎のお父さんの直森はこんな低い、ここからこれが生まれて、これの老いがこれ、よくわからないですねこういうこともあるんです。はい、石田三成、第一大満大吉、さすが内政は97というトップクラスですね。はい、今川家入ります。蹴鞠ボーイ、蹴鞠ボーイ低いな、もうちょっと外政とかあってもいいんじゃないの、結構頑張ったんじゃない蹴鞠ボーイお調子者この評価。そして吉本興が強っ、さすがカイドウ一のお歯黒、固有戦法カイドウ一。上杉家に入りますね、影勝、まあオールマイティという感じでしょうか。そして影虎が氏康の息子ですね。ちょっと高めに設定されてる気がしますが、で謙信がこれ、うわー出た武勇100、多分武勇100一人だけだと思います。越後の竜、これは強そうはい、浮田家入ります。浮田といえば直家、剣謀術数、言いづらい、作戦に義詐術策、なんかもう悪い特技しか持ってないですね。大谷義継、なんとも言えない、秋夏粉塵っていう戦法がちょっと目を引く感じ。大友総理、外政高っ。さあ織田家入ります。あいうえお順に進んでますんで、なるべく短くしたいんですけども、織田家といえば信忠、嫡男信忠、ちょっと低めかな。信長内政100、内政の評価が高いですね。やっぱり楽吉楽座とか、まあ、楽市楽座も信長が最初じゃないらしいですけど、統率99、知略94、第六天魔王、六天魔王、第六じゃないんだ、六天魔王。はい、この田島の神一応なんかね、もうちょっと知略がありそうな感じがするんですけど、オブトラマサ、え、オブトラマサ弱くないこれ、武勇だけ。
なんか裏切り者とかそこら辺には厳しい感じですね。裏切り者といえば小山田、知略が上がっちゃってるのかなそのせいで海藻運ちょ海藻運すごくないこれ。はあ、柿崎影雄も強いな。献身並みとはまだは言わないけども、越後二天っていう、うわあ冒頭の竜、これは重真にもつくんでしょうかね。さあ加藤家入って清正ちょっと一時期よりもだいぶパラメータ下がってないですかね。武勇も90大体超えてた感じだったんですけど、剣制の武勇96、はあさすが剣制ですね。はい、蒲生氏郷が加藤清正よりも全体的に全部高いっていう感じになってます。そして吉川は元成のね息子は3人とも全部優秀ですけど、武勇と統率に優れてますね。もうまんま海賊だけどもでこれが黒岳の家老ですね、栗山善助、高い評価です。で黒岳に入ります。神戸知略97、まあこんな感じなんですね。作詞固有っぽいのはなくなりましたね。ただ志が西域関発かな、高坂壇上、こんな感じですね。逃げ壇上と呼ばれた、伊達点がついてますねそういうことですね。そして小早川高影、これも元成の三男ですよね。知略外政、ここら辺高いですね。で秀明がこんな感じ、やっぱ裏切ると低いいやでも一時期もっと低かったですよね、小早川秀明は。後藤又兵衛、武勇88、統率80。あ、斎藤家に入ります。薩沖のこのかわいそうな感じ斎藤はいろんな家がありますけどね、友信は上杉家ですよね。で利光は明智光秀の配下ですね。知略高いですね、確か春日の坪の父ですよね。道さん知略が高いですね、やっぱり。佐竹家に入ります。佐竹家はですね、義明義厚らへんが高いんですけど、なんといっても鬼佐竹ですよね。鬼義重90-90-90の80-80、個人的に里見家にすごく僕は思い入れがあります。義明は強いんですよね、この今の佐竹と北条家と挟まれながらずっと戦ってきたという。残念なことに水軍系がついてないですね。信繁の息子の大輔、こんな感じですね。で信繁基準で言いますね、もうめんどくさいんで。おじさんはあれですね、外政が強い。でお父さんの正幸、阿波の神、知略99、外政99、これは硬そうですね森林強襲、卑怯の者、おとり挑発、守り神、どう考えても硬いですよねそしておじいちゃんは逆に城攻めが得意だったんですよね。で雪村こと信繁、まあこのシリーズはずっと雪村ですね。武勇99、知略もちょっと高い感じですかね。患者重宝の個性があるんで、先方十文字槍、まあ、一時期は謙信か雪村かって時代もありましたけど、今作ではこんな感じですね。島左近がこんな感じ、過ぎたるものですからね。沢山の城と島左近、島付けに入ります。島津家久、統率90の武勇96、知略がもうちょっと個人的にはあっていいと思うんですけど、沖田縄手の戦い10倍の数をね破ってます。個人的にはですね、僕沖田縄手の戦い日本三大奇襲を四大奇襲にして入れてほしいぐらいですよね。あとは高久ですね、家久、義久、あそこら辺の義弘、お父さんになります。で四兄弟の年下が三男ですね、みんな強いですね。で豊久が家久の子供か、で義久、義弘、みんな強い。で義弘は鬼島津がついてますね。関ヶ原の戦いでも陣中突破で、中央突破で
生きて九州に帰ったという清水宗春。統率武勇高い、知略も高い、守り神がついてますね。備中高松城主、本能寺の変が起きて毛利に忠誠を尽くして急ぎで死ななきゃいけなかったです。城兵の除名を条件に切腹するんですけども、この切腹がかっこよくて、もうこれから切腹作法にしようっていう風になったらしいです。下妻雷電が強いんですよね。威嚇射撃、威嚇射撃って言うだけなのになんか強そうに見える。